<laughs> カサカサやんねんけど。えぇ、ー。多層、スペ、左、こちら、コメント、読みません。えーこう。あ、なんか二重で、あれみたいな字だ。 ああ、皆さん、こんかなったー。今日ね、配信できるらって、やる気満々の、だったからたそう、申し訳ないです。今日、バタバタになってしまいました。本日、一体どういうことがあったかというと、とて言ってもあんまり、全部を細かく言えるわけじゃないんですあちょっと、ちょっとのお仕事に行きまして。 ちょっとのお仕事の予定だったんですけど、ちょっとトラブルがあり、長引きまして。ほんで、今日、なんか、もうね、今日ね、体すね、肩がめっちゃ痛くてさ、<laughs> おばちゃん見ないじゃねえかよ肩がね、痛くてね、なんか、ずっと、肩が痛いな。ずっとか、肩が痛い、肩が痛いって。 肩を、うぅ、ん、ええなーいって言ってても、肩が重いとか言ってね、なんか多分調子悪かったんですけどうーん肩が、うぅぅぅぅってなってまして、多分ね体、体力的に、あんまりいい日ではなく、ほんで、帰る時に、あの、ツイートしようと思ったんだけど、実はね、あの、実は、ちょっと前ぐらいから、あの、帰る時に、 あのー、今帰りますツイートをね、ほんの少しずらしてくださいみたいな。今帰りますツイートはし、なんかするなら、あの、ちょっとだけずらしてくださいと。30分とかね。ほんで、マッサージしてもらったら、誰に、あ、マッサージしてもらいに行けってことか。それでね、あのね、なんかね、それでね、あの、ちょっと、ちょっとずらして、じゃあ、 ツイートしようと思って、あの、帰ります。で、帰ってきてからにしようかなと思って、外でツイッターは危ないと思ってさ、帰って、ホロライブも大きくなったもんだぜ。<laughs> 帰ってきてからツイートしようかなと思って、帰ってきてちょっとバタンキューしてました。すいません。言い訳から始まる。かなたそう。そう、時間差でーれが、リアルタイムツイートは危険。そうなんだよね。 うん。うん。ほんで、今日誕生日をお祝いしてください。Happy birthday to you!Happy birthday to you! ほんでね、あのー、今日ね、よく眠れた。いや、正直、もう悪夢を見た。あのね、こういう、結構こう、あんまり僕もなんかね、体調が悪い人かに、に体調が悪い、悪いって言うのって、 苦手というか、あんま好きじゃなくて、あんま言わないんですけど、もともと体力がなさみなんで、こういうちょっと調子が100%出ない日って、め、なんか悪夢を見るんだけど、今日はね、もういつもの悪夢、さゆりに活動がバレる。さゆりに活動がバレるというね、悪夢見ましたね。え、しかも、鼻声だけど風邪ひいてない。いや、あのね、寝起きだから、 あのー、副交換神経がうんちゃらかんちゃら詰まってるんだと思うね。そ,それで、今肩大丈夫なのいや大丈夫。なんかずっとバキバキ鳴らしてんだよね。ほっふっあ、ちょっと今鳴らないわ。いや そう、なんかね。あのね、もうね、いつもの悪夢なの。あの、んそんな毎日見るとかじゃないんだけど、もう見る悪夢は大体、さゆりに何かがバレる、ね。もうね、なんかね。え、しかも今回は結構やばくて、今回の悪夢はね、えげつなくてさ、え、どういう感じだったかというと、なんかあの、な、なんか、わかんない。これ夢の中だからね、こんなこと現実にはないんだけど、あまねかなた様、 あてみたいな感じのね。なんか手紙だったかな。荷物だか手紙だか忘れたけど、みたいなものが、あのー、届いて家にね、今、さゆりとはあの一緒には暮らしてない、ダさ一人暮らしなんですけど、さゆりが家に来てでさ、たまに来るからさ、で、来たら来て、なんかあんた、 これどういう意味やねんみたいな感じでさ <laughs>、なんかキレ気味なんなぜか。なんかキレ気味でさ、うおこさんあんたこれなんやねんみたいな。え知らない誰あまね、カナダ様みたいな。どうだれかなみたいなさ、感じで言っててさ、ホロ、ホロライブの、に所属のみたいな書いててさ、えホロライブに所属ってなんだろうって言っててさ、そしたらあんた、もしかして、あんた、もしかして、 あれやな。え、このタレント活動しててんな、みたいな。えいやー、そんなことないけど、って言ってさ、変なこと言うてるんちゃうやろな、みたいな感じでさ、えー、ごめんなさい、みたいな感じで。で、なんか、あのー、さゆりさん関西の人なんか、え、そうです。さゆりはね、ごごりごりの関西の人なんですけど、そう、それで、え、なんか、 ごめんなさい、みたいな。いや、でもね、あのー、全然ね、あのね、あのーは、変な仕事じゃないんだよ、みたいな。言ったんだけど、なんか、さゆりは、 あの、VTuber として頑張ってますということを、あんまりよく分かってなくてのゆ、夢の、夢ですよ、これ、夢ね、定期的に言わないと。<laughs> 夢の中のさよりはね、あの、分かってなくてさ、なんかこう、ちょっと、なんかエ、エッチな仕事みたいなさ、やつかと思ったらしくてさ、なんか、あんた、ほんま、ほんま、それで、それでもう、あれやで、 あの、お金稼いでたんかって、ま、ママに一言も言えへんねんか、みたいな。言わ、言わんでやっててんか、みたいな感じで。いや、なんかママ勘違いしているで、みたいな。違うで。あのー、ママ、多分違うで、みたいな。なんかもうそ、そんなに、いろいろ、まあんたが選んだんやったらええけど、でも先に言ってくれたらええやん、みたいな。あいや、違うで。あのー、ういうい、あの、いやらしいやらしいと違うんや、みたいなさ。 そう、もう言うてくれた映像にもう、ほんまにもう、ほんまにみたいなね、さゆりが泣くというね、悪夢を見ました。<laughs> 家帰ってきて、うわぁ、今日は長くなったよ。でも、配信、でなんか、あれ、配信どうしようする、入れられるかな。でも0時から始まるのってどうなんかな。 ねえジからやって、ちょっと長かったらみんなあれかなーって思ったらね、寝てたんですけども、本当にもうね、その後に見た悪夢がこちらでございました。<laughs> 今聞いてる中にさゆりおるかもね。いやすぎ。そう。めっちゃ具体的な悪夢。いや、マジでね、ついさっきのことなんで覚えてるんですけど。そう。いやー、そういう夢を見たりとかもしましたね。で、あの、カワタス今日は、あの、 なんだろう、合間合間でね。合間合間で、Vtuber やってることさゆりに一生言わないのえ、一生言わないつもりですけどね。ホロメンが夢に出てきたことありますえー、あんまりないけど、あんまりないけど、なんかちょっとぐらいなら出るよ。あの、ディスコードしたとかさ、あのチャットしたぐらいなら、あの、 出てくるよ。なんか、例えば朝に、ああ、そういえば朝に小売りから朝小百りで使っていいですか、ね、ネタでって言ってたの、あれ返さないと、小百り困っちゃうなーって思う、思う夢とか。<laughs> 思う夢とか、ディスコードを返してないやーとかね、そういう夢にならいますけど。そうですね。さゆりに何してるって言ってるのは音楽家と言ってますよ、僕は。 しかもあの前に出るミュージシャンじゃなくて曲を作ったりプロデュースしたりしてるとか言ってます。はい。そう。ほんで、な、なんだっけあ、そう、そう、んそう、それで、あの、今日、てかね、僕ねあの、毎日チェックしてることがあって、まず、あのー、 タグの、タグチェックね。自分の展開確認放送部だったりとかの、かなた後とかのタグのチェック。と、リプライ、みんなからのリプライチェックと、あとは、あの、プラスでヒマガーリアエゴサまあ、エゴサだいぶしてますけど、エゴサと、あと、えっとね、えっとね、切り抜き、切り抜きを調べてる。YouTube であまにかなたって検索して出てきた新しい切り抜きを見てるんだけど、今日さ、あの、ちょうどね、 あの、ツイートしたあたりに、少しだけ余裕があったんで、あの、しかもあの、マネージャーさんが結構ね、あの、楽屋にいたりとかするんだけどさ、あの時マネージャーさんも電話対応でちょっと出てきますみたいなんで、どっか行ったわけよ。だからさ、一人でさ、あの、他のね、スタッフさんの声とかが入らんようなタイミングだったんで、あの、知らない間に声入ってたってなったらね、あの、スタッフさん嫌がるかもと思ってさ、で、あのタイミングで帽子取ったんですけど、 え、何の話だっけ <laughs> やばい <laughs> え、待って、な、何の話を、あ、そうだそうだそう、切り抜きだ切り抜きをね、そ,その時にボイス取ったりとかしてる、あのタイミングでさ、切り抜きも調べたらさ、あのね、なんか、あのラミーがね、僕がね、めちゃめちゃオシャレになったっていうね、なんか切り抜きがね、言ってる切り抜きが上がってね、え <laughs> え前からオシャレだし、え 謎だったね、あれ。なんか結局ね、あのー、見たんだけど、それは、見たんだけどさ、なんかさ、んみたいな感じだった。<laughs> どう、どういうことって思ってさ、そう、な、な、なんにいいと思って。あ、そう、なんかいい匂いがしたとか言って。え、でもね、あのー、いい匂いって言うけど、あの、体さ、あの、その、なんか、ボディクリームみたいなのを、 なんか首だけに塗るとかをね、たまにするわけをおうちから出かけるときに。でね、あのー、とあるホロメンからいただいた、あの、これ言っていいのかわからないから。<laughs> もらった、あのー、多分ね、配信で言ってないと思うから、こそりなんですけど、ジルスチュアートっていうさ、なんか人気な、有名なさ、ちょっと高いところのさ、ボディークリームをね、くれた人がおりまして、で、あのー、 それで、それを塗ったりとかをするので、ね、それ以外で、ジルス、ス <laughs> ズ、ジルスチュアートは、持ってないんだけど、ジルスチュアートの、その、クリームがなんかいい匂いだったって言うけど、いや、言っとくけどね、ラミー。言っときますけど、カー、カーチ,チュラザートチャーハン。言っときますけど、カーンス、いつも、外に出るときは、そもそもロックしたんだね。 あの、ワーベナっていう匂いのする、なんかコ、コロンみたいな、オードトあれだっけを身につけてるんですよ。失礼しちゃう。なんか、いつも癖みてえじゃんと思ってさ、え、な、失礼しちゃうわと思ってびっくりしましたね。ラミーちゃんも同じボディクリームだから自分も同じ匂いだったと思うちょってた。あ、なんか言ってたね。でもそれもさ、なんかさ、 え何、ー、の話してる <laughs> なんか不思議でさあの時はなんかあのなんかいい匂いがするってそう2人で着替えてる時にえなんかいい匂いがするえなんか大人のなんかいい匂いがするえっこ,これ何誰からえラミーからかみたいなえカナタンからかなんか大人の匂いがするって言われてさものすごい突然ラミーがね あのー、なんか、なんか、トーチ狂い出してさ、え、なんか、すごいいい匂いするーみたいな感じだったわけよ。で、なんか、えうん、カナダさん正直にもう若干引き気味で、え、どうしたラビみたいな。え、何の匂いだろうって言っててさ、カナダさんはよくわかってないから、えな、なんだろうカナダさんだったら、あれ,あれかなあの、首元に、あの、ジェル・スチュアートの、 あの、クリームみたいなのを塗ってたから、それがこう服に、あの衣装の前のね、服ね、服についててんかな今服着たところだし、衣装脱いで服着た、着替えたところだしで、帰る時の着替えだったからさ、って言ったらさ、あーあ、この匂い、ジムかーみたいな言っててさ、え、ラミー、なんか、怖ーっと思ってさ、怖ーっと思って、川田さんその時にね、もう話お、お、終わってたんですけど、そう。<laughs> その時のことかな、多分と思うんだけどさ、びっくりしちゃったよ。大人の匂いなんかね。でも、体素的には、大人の匂いも子供の匂いもいまいちわかってないからさ、えしかもね、しかも思うんだけど、おしゃれになってたの意味もね、もともとおしゃれだしみたいなあ。もしかしてさ、パジャマじゃないだけでそう言っているパジャマじゃないだけでそう言っている <laughs> ねえ。 確かにあの冬になってあのパジャマが完全にパジャマになったんですね。これ何言ってるのかわかんないって人もいるかもしれないけど今までは半袖だったりとかあの薄手だったりとかのパジャマに見えなそうなパジャマを着ていったりしていたわけね。でもいよいよ冬になりましてすげえもっこもこになるわけよもっこもこに。 パジャマがもうモコモコのモフモフ。で、これは、どうも、パジャマできましたーって感じになるから、あのー、なんか、なんだっけあれ、タンクトップじゃなく、タンクトップで言ってたら寒すぎるだろあの、なんだっけ、あれなんだっけ、こっちさ、疲れているとさ、あ、あれなんだっけが多すぎて、おばあたそになるんだよな、あれなんだっけ、 あのー、よく着るやつ、フードがついててー、フードがついてる服だよ、フードがついてる服ー。なんだっけ、あれ。フードがついてるさ、服なんだっけ。タンクトップじゃなくてさ、あの、あれなんだっけ、あ、パーカー、あ、そうだ、パーカー、いや、パーカーが出てこないの、やばすぎだろ。 パーカー、パーカーで、パーカーに下はなんかあの、普通にロングスカートだったりとかなんかズボンだったりとかしているんですけど、なんかそのパーカーをね、なんか多分褒めてくれたんだと思うの。ちょっとダボっとした感じのパーカーだったからねさ。でもね、でもね、ちょっとね、言いたいんですけど、ラミーはね、はっきり言ってね、体そのことちゃんとね、見てない。<laughs> <laughs> そのパーカーはね、あ、あでもラミー合ってないからか。そのパーカーは言っとくけど、現在の一丁ラで、どこに行く時にも着てるのね。で、なんか、あのー、カータソ、しかもね、カータソね、はぁーと思ったのが、の切り抜き、ね、今、あの、その時カータソが見た時にあったコメントなんですけど、今、あるかちょっとわかんないけど、あの、彼氏かみたいな。はぁーと思ってさ、もうね、もう、はぁー、もう何 思いましたね。正直。<laughs> いや、いいよ。あのね、カナトスも、あの、アイドル応援してるときは、なんかもうちょっと、ちょっとしたことがあるごとに、え彼氏か <laughs> これって彼氏とか、結構思ったんで、その気持ちはめっちゃわかるんですけど、その気持ちはめっちゃわかるんですけど、わかるんですけど、いない、いないもので、そんなさ、言われるの嫌だと思ってさ、 ちょっっととススペースで言っときますな、なんだってー <laughs> なんだってーじゃない。そのコメント拾うの本幕さ。いや、もう本当に必と彼氏いませんからね。ドン。いませんからね。言っときますけど、もう勘弁してくれもね、そんなこと言って、万が一平民のさ、誰かが不安になったらどうしてくれんだよと思ってさ、勘弁してくれよ、そのコメントと思ったんですけど、はい。あ、まあまあまあ、でも、あの、 言う、言うなってわけじゃないです。<laughs> コメントの自由はありますからね。え、でも、い、いねえからな、勘で平民ではないな。<laughs> それもそれで、それもそれで、平民は彼単には彼氏ができないって思い込んでるみたいで受けるけど、まあ、でも、いませんので、本当に勘弁してください。もういないもので、ね、言われるのは、いや、いるもので言われるのは、もうそれはね、しょうがないよ。覚悟の上でしょうよ。 いないもんで言われるなんて、こんな悲しいことないでもう、いくらでももう、いくらでも、ほ、もう、週刊文春さんに、あの、一日中追いかけ回されてもいいぐらいあるんで、もう追いかけ回しても構わない。もうむしろ、潔白を証明してくれ、頼むから。<laughs> 頼むで、もう本当に。でしかも、いい匂いは、カンザスいつもしてるからね汚、汚れくせえみたいな。 違います。いつもしてるんです。と思いました。はい。<laughs> かなたんが思っているほど平民は起用してないから大丈夫。あ、なんだよ。なんだ。必ずちょっと疲れた状態でそれを見たから、なんだ、かなたさん。<laughs> 違うだいぶ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 かったわ。いぶだ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 いいぶだいぶだ 追いかけ回しても部屋かスタジオなのではえ、そうだよ。追いかけ回しても、あの、部屋かスタジオしか行かないし、あとスーパーねしか行ってないから、もう本当に、もうめこれ状態的にはさ、あの、その、彼氏に限らずなんだけど、いろんなことってね、もう悪魔の証明ってやつですからね。いるとも証明できない。いないとも証明できないみたいなさ、難しいよね。もう今さ、もう、だっている証明もむずいなって体さ思うわけよ。 これが彼氏と LINE ですって言っても熱動かもしれないしさ。<laughs> ね、熱動かもしれないし。でも、まあね、それはね、あの、文集さんに、あの,の、カナダその身の潔白を証明してもらおうと思いました。いや、あのー、そうです。<laughs> そうだよ。ええと、つまらん密着取材になね。<laughs> そうだよ なので、あのー、彼氏ではないですが、あ,あとなんかね、母、はあ、ちゃまもこの間、かなたの服装可愛くなってた、おしゃれになってたって言ってたけど、いや、おしゃれになってたじゃなくて、言ったけど、前からおしゃれですからね。前からおしゃれですし、あのー、最近は、あの、一丁羅のワンピースがありまして、それ着てますよ。かんたさんもともと一丁羅ワンピースはありますからね。ちゃんとお出かけの際着てますから。 あの、ちなみにそう、冬もこもこになったから、もうパジャマはさすがにとやめたんですよ。そうなると、そのパーカーとズボンしかな、しかないとな、ないわけじゃない。ないわけじゃない。他にもね、山ほど可愛い服はあるけど、そのパーカーとズボンで必ず出かけてて、でもね、あのね、その時ね、ちょっとね、不安だったのが、そう不安だったことがありまして、 <laughs> ただのプロフェッショナル仕事の流儀のロケになる <laughs>。間違いないんだけど、本当に。プロフェッショナル仕事の流儀のロケになってもそれはそれで、あのー、いい感じだから、もうそうなっても構わないと。かなたん、ちゃんと季節ごとに服買ってるいや、買ってるけど、買ってはいるけど、そもそも服そんな買わないからね。 あの、去年のものでいけますから、そもそも去年も生きてきてるわけよ。あ、去年のやつで一年またいけるっていうことがもう確実だからね。そう。前からおしゃれではない。ふざけるんじゃね前からおしゃれだわ。そう。<laughs> いてもええんやで肉殴るから。<laughs> いねえのに肉殴られい,い、いないよ。いないけど、あの、その、 80にカナタスがなったときに、あのー、じゃあもうカナタスはね、あのー、もう、では結婚して引退しますわーってなったときにみんなが肉殴るならわかるで。でもいないのに殴んなよ、ほんとに。頼むでも、ね、殴りてーのこっちや。<laughs> そう。おしゃれになった説の信憑性出てきた。だからもともとおしゃれだって言うとる。カナタの服何種類やんのえ 4種類ぐらいあるけど、言っとくけど、パーカーでしょもう1丁パーカーでしょで、えっと、ワンピース、1丁らのワンピースと、あの、模服がありますから。はい。完璧ですから。カナタンは元からおしゃれですよ。<laughs> 干渉器いるんだけど、もっと心を込めろ。今年のトレンドとかっていう概念はないのら そんな概念今まで持ったことないな。今年のトレンドとか言っても、さあ、そんな、そんなもんさ、誰が言い出したのって思ってるタイプですから。我が道を行くファッションセンスなんよ。我が道を行く。トレンドに合わせる人たちというのも、それはそれで素敵なこと。でもカナダソはそこと別の方向に行ったりする。そこの、その飛び道具がいいってわけよ。パワプロで言ったら一芸を持ってるタイプね。 まだも、まだ、まだだって。まだ棒ネズミのエコバッグ使ってんの使ってるに決まってんじゃん。あれ高かったんやぞ、普通に。使わなくならなくなるわけねえじゃん。どうせならもっと早く結婚してくれ。<laughs> うるせえ !82 で結婚。そうだぞ、僕80まで活動するから。活動中にね、そんなね、浮ついたことはいらねえんだわ。肉は殴ったら柔らかくなるんや。みんな肉殴っていいステーキ作らないとな。 でも、まだまだ先だぞ。4種は少なくないですかそうなんすかねえそうなんすかねトレンドは自ら作るものその通りだよ。まだ、うんこ T シャツ着てるいや、うんこ T はね、卒業しました。パジャマにしました。完全なる。あのー、あの、うんこ T はね、あのー、うんこ T 着て あの後、いや、着ようと思ったんだ、何度もん。でも、うんこ T 着てたら、カナダソー、あの、ちょっと、あれかなって、あー、カナダんだーって、なでかなと思って、うんこ T はね、控えましたね。はい。控えましております。家では着てる。家ではね。そういうことでしたと。そうか、もうね、びっくりしたよ、カナダソーは。え、あとさ、もう一個さ、これも、これさ、ちょっとさ、ちょっとは、はん、はん、半分、 半分だけタブーかも、タブーではないかな。半分だけちょっとギリギリのラインだけど、もう一個だけ気に、ものすげえエゴさして気になったことがあってさ、一個だけ言っていい、これお気持ちとかじゃないから、一個だけ言っていい、一個だけ。あのね。 あの、調べてたの、アマネカナダとかでも調べるんだけど、アマネカナダで調べると、まあ、たまに、あの、まとめサイトさんみたいなものが出てくるんですね。で、カナダソー基本的には見てないんですよ。見る、見て、なんか、あの、もう、カナダソー、カナダソーガッキーの話、ガッキーのこと聞きずりすぎだろとか言ったら、うるせーってなるのがもう目に見えてるんで、あの、見ないようにしてるんですけど、 一 <laughs> 個だけだよって言って <laughs>。そう。で、でも、で、今回、かなたんの、あの <laughs>、かなたんのなんかね、あのね、はあの、服装が判明みたいなのがあってさ、え <laughs> みたいな、もう立ち上がった時かそうえと思ってさ、なんか、え、どういうことと思って、え、怖い怖い怖いと思って見、見たのよ。それだけ。これだけ見ようと思って、もう他の情報は入れない。これだけ見てみようと思って見てみたら、 なんか聞いたこともね、すげえブランドの、<laughs> 聞いたこともね、ブランド、すごいなんかブランドの11万円ぐらいする、花柄のズボンが、なんか <laughs> 花柄のズボンがさ、掲載されてさ、これや、みたいなさ、そしたらさ、なんかさ、え、こんなん信じるわけないじゃん、あの、あ、そうだ <laughs> <laughs> ま、マルニーさん、マルニーってやつ、そんなこと、そうです。それ、それがね、なんか書いてあって、知らないし、ば、ブ、ブイマー、そもそもこのサイト自体も使ったことがないんだけどと思ったらさ、なんか知らないけどさ、ね、めっちゃね、めっちゃなんかね、カナちゃんがブランドないない、おうるせえぞ。僕だってな、あのー、知人のものをな、借りてな、あの、帽子と靴でグッチサンドしたことあるんだから。 そ、それでね、えー、えー、と思ってさ、いやね、あのー、見て、そう、11万円の花がれズボンで、いやいやいや、カラカスがね、ブランド物の,の服買うわけないやんと思って、買うわけないやんで、これはどうせ埋まってるだろうと思って、ちょっと見てみたら、あなんか、あれ、ブランド、ブランド物、ブランド、やっぱブランド物買っとけばいいっていう感じなんだね、みたいなさ、なんか、やはり、 かなたんも変わっちまったな、納豆の底でとか言ってたのに、ブランドもの、11万のズボン履いて、花柄ズボンってこれかよ、みたいな、言われてた。いや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 って思ったんですけど、ね、待、ま、って、思ったんですけど、思ったんですけど、でも、 あのね、なたタソ普段さ、そのさ、あの、まとめサイトとかさ、そういうのを見ないようにしてるから、あのー、そのたまたま見た一つをね、いやいやいやって思ったけど、そんな、一個一個否定していたらほんまに切りないでと思いまして、そう、カナタソね、そうやって手のひらの家で転がしてね、もてあそぶためのものかもしれないよって、とか、コロコロされてるかもしれないと思って、あのー、 最新とかでは言わんとこうってもちろん思ったんですけど、今ね、ちょっとね、もうどうしてもね、もうどうしても、そんな、そんなでないだろう、大体僕のね、あのね、話によく出ている花柄ズボンはですね、<laughs> 似てなくもないか、確かに。ちょっと、ちょっと似てるかもしれないけど、11万円の花柄ズボン、違いますよ。僕が買わせていただいたのうん、ミュー,ージック、ウコロジーさんで、結構前に買った、あれね、 セールの時買ったんで、冬の、あの、それこそ今ぐらいの季節の、あの、今ぐらいか12月か1月の季節の大セールで買った3000円ぐらいのズボンですね。もうちょっとしたか5000円ぐらいかななんかその辺のズボンですね。はい、もうか、勘弁してくださいよと思ったんですけど、まあ、いっか、と思って。ただ、ただ、ちょっと、もし信じてる平民がいたらやらしいなと思って、つい言っちゃいました。すみません。 <laughs> カナダソ減らっちゃうから危ない。また見ないと見ないで。大丈夫だよ。カナダソそんな、そんなあのー、ボコスコに、ボコスコに言われていても、減らりはしないよ。カナダソが減らるときは、自分で自分のことを、でもカナダソってさ、一体さ、何ができるんだろう。これがこうでさ、って自分で考えたとき減らるからね。そうそう。 でも、あの、悲しい思いをするかもしれないし、こうやって、こうやってね、やっぱ言いたくなると思うよ、もう。いやいやいや違うから、そんなわけないじゃん。いや、もう、もうプラスのことだったら、まあいいかってなるかもしれないけど、もし、違うってってなると、あのー、ね、その度に言いたくなって、配信が全部違うから配信に、もう違うから違うから、違うから配信になってしまうんで、まあ、今後もね。 見ないようにいたしますそう。違うから配信に毎度なるのは嫌だからね。<laughs> そんなこともありましたが、カナダンがそんなお金使うわけないやろ。それはまた違うだろうが、それはまたよ。そう。でもすごいなって思ったもう世の中は広いなって。11万円の,この花柄ズボンがあることを知れたことが、そんなもこ,こんなものがあるのだなっていうのを知れたのは、 もう一つ大人になれたかなと思いますね、と。肉殴るの得意だから大丈夫か。<laughs> でもそれはそれでずいわだけどね、カナタ、ずいちばんのズボン、入ってたんだよ肉殴るみんな。<laughs> 全否定カナタソってことそうあ、これは違う。あれは違う。もうでもそんなやってても仕方がないですから。でもカナタソはね、だいぶね、 あの、ホロライブが大きくなってしまったなっていうのを感じたよ、正直。普段見ないからさ、なんかこれ、あれだな、自分が追っかけてたアイドルだな、本当にって思ったね。みんなアイドルもさ、こういうさ、思いだったのかなってさ、思ったよ。こういう思いだったのかなって。なんか、それは違うって でもさ、心のどこかでさ、やはりさ、あの、一番信じていてさ、欲しいさ、あの、ファンのみんなが、まあ、分かってるやろ、さすがに、あいつらは、っていう気持ちがね、カナダスも平民にはありますから、そこはね、やっぱりありがたいなと、信頼関係、築き上げてきてよかったぜって思いますよね、本当に。いや、カナダさ見てる見てるで !11 万でも5000円でも花柄はちょっと、なんでやだ花柄はいいだろうが 11万円の納豆とかあったら買います <laughs> いや、買わないだろ、普通に。でも、あの、なんか、あのー、配信のネタとして、一回食べてみるっていうことを、何かでできるなら、カナダ必ず払うんですかね。何かでできるなら、食べてみたい気持ちはあるけどね。そりゃ食べてみたいよ、11万円の納豆。でも納豆は納豆だからなある程度の基準があったら、もう、あとは足り次第ってとこあるやん、あれ。 肯定よりも否定の方が気になる。あの、それはあるね。でもさ、あのー、みんなのさ、あのー、これ、体そもね、あの、アイドル応援士で、こう、結構覚えがあるんですけど、やっぱり、なんか否定的な意見とか、まあ、自分の中でもね、否定的なこととかをさ、思って、なんかネガティブになるアイドルっておるんよ。その、叩かれちゃって、凹むっていう、 人も多いけど、カナ体さは叩かれちゃって凹むよりも自分で自分をっていう、ネガティブ、自分にネガティブになって凹むタイプなんですけど、そういう子もやっぱアイドル界にはいっぱいいて、その時に、なんか、例えばアイドルの子がね、なんか、鏡を見て、私となんでこんなにブスなんだろうって思え、思ってつ、なんか思っちゃったりするんですみたいなことを言ってたりするわけよ。ガジュでめちゃめちゃ可愛い女の子としてがさ、でさ、おいおいお前がブスなわけない A lot of young. 世界一可愛いわしかもそんなにさ、お顔もこんなに可愛くてさ、性格も可愛いあんた声も可愛らしいやでも面白いこと言ったりするしさ、歌も上手いし、ダンスも上手い。しかも上手いだけじゃなくて、かわいいし、魅力もあるし、オーラもあるし、あんたええとこしかないのに。なよよかないよ、そんな僕はこんなに大好きなんて気持ち、この気持ちは届かないのか、こんなに好きなのに、こんなに素晴らしいと、本んに心の底から思ってるのに。 なあみたいな気持ちになるから、僕がアイドル見てると。だから、あのー、本当に余裕がない時はええんってなる時もあるんですけど、自分にネガティブになって。でも余裕がある時は基本的にちょっとネガティブになりかけても、<laughs> てっ、ても平民はそれでもこれがいいって言ってたでとか、平民はたんすごい予定言ってくれるし、ああって思うようにしてます。はい。 <laughs> <laughs> そのいいとこ全部カナタン持ってるやん。えほんとえ本当ほんとそうかもしれない。じゃあ <laughs>。そうかもしれない。推しが自分に対して願ったこと言っちゃうの見ると悲しくなる。え、わかる。でもさ、でもそれをね、隠して、そんなこと思ってないですって。言う、言われるのも嫌なの。隠されるのも嫌なの。このね、厄介でね。厄介なオタク、こう、心でございました。はい。 そう、辛くなるよね。めっちゃわかる。でもさ、でも隠さ、隠さないで欲しいの。辛いと、なんかね、その、卑屈になっているっていう,う、そう、そう、そう、卑屈っていうかね、自信がないみたいな感じのアイドルを見てると、胸が苦しくなる。本当はもっと、もう明らかに、ね、自信足りなすぎだからって。だって、ファンの目線だったら、もうもっとその1000倍、もう本当に魅力だ,だらけだし、どんなに、どんなにファンの目線を削り落としても、 あなたが思っている以上のあなたですよ。間違いなく。思うけど、でもそれを、本当はネガティブに思ってるけど、隠してるみたいなのも嫌だみたいなね。あ難しいですねって。スペースっていうの初めて。やいや初めまして。3日前くらいにメンバー入ってこれからもよろしく、よろしくなそう。そんな感じでしたね。一人で抱え込まないでほしい。わかるで、今ちょっとなんか変な声出してさ、必死にさ、喋って、 喋ったせいでさ、ちょっと、あの、なんか首の近くつ、つ、釣りそうになってるからちょっと待ってね、と首の近く釣りそう。水、水元飲まなきゃいけないんだよね、多分。カータんの声聞いたら寿命10年伸びる。えじゃあ毎日聞いて毎日10年延ばしてさ、あの、僕天使なんで、あの、寿命がまだ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 先にあるんで、一緒にじゃあ、生きていこう。そう。 比較される業界は減られやすそう。ああ、確かにそれはあるかもね。カートさんはあんまね、他者との比較しないよ。人、人周りの人とか、周りじゃなくてもなんか、なんだろう。他者との比較をしない。他者の実力は常に変動するから。<laughs> かなんか頭のいいこと言ってないカートさんもしかして QED って最後に言った方がいいか。なんか、になんかね、変動するものを軸にするのってマジでしんどいから。 カートさんも変わりようのない、しかし事実の過去の自分と比べタイプ。自分がライバルタイプですね。<laughs> そういうタイプ。カート、ー声がカきカきにキュンキュンカートはむしろヘラってることも魅力的である。それはメンヘラが好きってこと ヘラタスを見ていた頃の俺らですやん。<laughs> ヘラタスはね、もうヘラタスまで行ったらだいぶだからな。もうバ、ばーんってなってるからね、それは。えっと、今の自分を信じるの大事。え、そうだよ。もう他者、他者との比較なんてね、もうね、ほぼほぼ,ほぼほぼね、あのー、ほぼほぼ、それで、やったーってなることないからな。 <laughs> 活動費9割使っちゃうかなタソそうだよ。めちゃめちゃね、めちゃめちゃ使用した。それが、あの、出てくるからな、まだまだ。<laughs> カナタソが泣いた <laughs> 個性は比べられるもんじゃない。そうだそうだ他者と比較しちゃダメと分かってても難しいのよね。他者と比較してしまったときは、 あの、一旦立ち止まって、いや、待てよ。昨日までの自分と比べてみようと思って、昨日までの自分より成長してたらいいってことにしよう。喉を大事にね。ありがとう。ありがとうね。さっき寝起きだったから最初は、皆さんおはようございます。あなたそうです。みたいな感じだったけど、今はだいぶ良くなりました。いえ。good evening, Kanoa.good evening. Good evening. えーっと。えー、っと。お水飲んだ飲んでない。お水飲んでない。他人と比較しても上には上。え、そうだよ。人と比べても上には上がいて、またその上がいてさ。ねえ。VTuber だけでもさ、じゃあ、じゃあ。 ユーチューバーの中のなんかで一番になるって言っても、じゃあ次は、じゃあユーチューバーの中で一番になる。じゃあ次は、じゃあすべてのいろんな芸能人とかの中で一番になる。じゃあ次はみたいな感じでね、でもうね、キリがね、ないものですからね、そういうものはね。うーん。 過去と、過去の自分と比べるのはネガティブになりやすいって聞いたよ。ああ嘘僕めっちゃポジティブなんだけど、なんかさ、自分の感覚で、ああ、もう全然ダメだ、終わった、とか思った時に、いやいや、冷静に過去の自分と比べてみようと思って比べて、え、感動そうなんかね、例えば歌とかで、ああ、もう全然ダメだ、全然歌が上手くなんね、もう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 、ごみっかせよ、はあとか思った時に、あの、自分の過去の歌聞くと、え、この時より全然今の方がいいんだけど、とか、思って元気になるわ <laughs> <laughs> この時も、この時も頑張ってて悪いわけじゃないけど、今のがいいかもって思うね。あなたは歌クすごかった。思わずスパチャーしちゃった。えー、ありがとう、嬉しいよ。よスーパーチャットまだ読めじゃなくてごめんね。読むからね。本当にたくさんありがとうね。嬉しい。久しぶりだったから。TikTok のアカウント作ったのえ、あのね、あの、なんかそれなんか最近よく、T っャツまでキュン なんかね、それ最近よく聞かれるんだけど、なんで <laughs> ?TikTok のアカウント、アカウント自体は、なんか結構前に運営さんと共に一個作ってるはずな気がするけど、まだ何も投稿してないはずです。だから作ったっちゃ作ったけど、活動はしてないよ。もし金ナそうですって人がいたら、それかなたそうじゃないよ。 カジャもそう思うそれかなたはそうじゃないねえーっとえー、っと <laughs> 握力は間違いなく V1 分かんないじゃんダークはホロメン曲歌ってくれるから好きえっダークダークねーまたまたつきっと 1> 月1ぐらいではできるように、1、2ヶ月、3日ぐらいはできるようにしたいなって思った。なんかオーリオンの曲とかも歌いたいなって思った。ちょっとまた練習しさせていただきます。TikTok、カウンダスの偽物がはびこってる。えー、カウンダスの偽物、なんか可愛いことしてんのかなカウンダスより可愛かったら許さないんだけど。<laughs> おい。おい なりすましがいる。えー、そうなの運営さんに言っとくか、一応。偽物いるよ。あー、もう、かじゃ困る、それ。それ、かじゃ困るね。一応、運営さんに言っとくけど、かじゃ、それ以上のことができないから、かじゃ、かじゃじゃない。<laughs> かじゃじゃない。 えーっと、なるほど、公式かうーん。これじわ。うーん。いや、なんも投稿してないと思うんですけど、カナダスは。たぶん、なんも投稿してないよ、たぶん。あれ、偽物なのか。えそんな本物にな感じなの 多分ん、かタたそじゃない日がするけどね。ブエコのグッズ買ったそれがさ、なんか買えるグッズがあんまりなくてね。あとね、あのね、虹創作とかもちょっと見たけどね、自分の思っていた想像より少なくて、ちょっともう声高々にいたいブエコの、ブエコ、いやでも素晴らしいイラストとかも山盛りにあるんですが、えー、ブエコ、 もう、ちょっと、あ、あ足りなくね思いましたね。もう、なんでなんでみんなもっと <laughs> みんなもっとっカナタは平民の博えそんなこと言って、あれカナタも、平民はカナタんの博なんだけど。え、もう、な、なんならね、あの、すべての、カナタさんにとっての博をほ,もうほ,ほぼほぼみんなに預けてるからね。 よろしく頼むぜ。みんなもうちょっと自覚した方がいいぞ。俺たちはカナダのハク一番大事なものなんだって、もう、おいらの抱え物ものと同じぐらいだからね、本当に。ミーティーぐらいあるからな、ナナチにとっての。俺らはミーティーなんだっていう自覚を持っていただかないとね、あの困りますよ、本当に。 一番大事にしてるまである。だって今日もさ、あのさ、ずっとさ、平民への連絡とかさ、配信できなそうで、なんかもうほんと申し訳ねえ。平民たちが、みんなに悪いやとかも一緒ね、平民のこと考えてたし、そのなんか悪夢見た時も、この話したら平民みんな笑うだろうなとかさ、さゆり、わかってるかもよ、みたいになるかなとかさ、だいたい一日のね、一日が10あるとして、一日の、あの、七分、七、ん 七、七割は、無平民のこと考えてるね、たいえー、こう、なんか今日だって、あのね、三回ぐらいツイートしようとして辞めたことがあって、えー、これ平民喜ぶかないや、待って、でも、うーん、やめとこうこんなしょうもないツイートと思って辞めたのが三つぐらいあるからね。でもこれその話をしたらみんなツイートしてよって言うかなとかね、そんなことばっかり考えてる。テイクトワーク、偽物だったか。 えー、多分そうな気がするんだけどね。多分、カナタそうはそもそも動かしてないですね。自分では一切。ま、まんまん万が一、運営さんがなんかやってるとしても報告ないからわかんないからちょっと言うとくわ。言うとくわ。えー、カナタのボイス電車で聞いてたんだけど可愛いすぎてマスク越しでも伝わるくらいニヤニヤしちゃって恥ずかしかった。ええー、ありがとう でもね、カンダスのボイスね、今まで結構こうさ、作、作った感があってさ、なんかさ、あのー、頑張ってお芝居しました感がね、あるボイスもあったわけよ、昔はね。いや、その時は自然体に彼女面をしてるつもりだったんだけど、なんかやっぱ今聞くとさ、ちょっと硬いわけ。今回はちょっと、ほんの少し声のトーン落としてみたりとか、なんか、あのー、配信よりもちょいプライベート感、プライベート感が、 あの、出るような感じで、頑張ってみましたけど、頑張りました。えーっと、えーっと、何、梅雨としようとしてたのか教えてほしい。えー、なんだっけーうーんー、ああ、そうだ、あの、久しぶりに、あの、去年、出した CD の、うわー CD の中に入ってた、あのー、スターダストソングカナダソロバージョンと、あの、ブルークラッパーの、あの、カナダソロバージョンの、あのー、CD の特典の音源のね、あのー、歌があるんですけど、その音源久しぶりに聞いてて、なんか久しぶりに聞いたっていうことを言おうとしてた。そう。でも、そ、そんなん、持ってない人もいるだろうしさ、えー、そう思ったらそういう人たちもやだ,だ、宿だ,だかなとか思っちさ なんかいろいろ考えちゃったわ。そう。え、なんかね、あのね、あ、ちょっと待って、今またなんかあの、首、首っていうかな、なんだろう、うベロの下、付け根のあたりがなんかまた釣りそうだったから、ちょっと怖いわ。あの、 そう。あのね、今回のボイスで、あの、ちょっととある前に出したグッズの話が少しだけ出るシーンが一瞬あるんですね。で、それはさ、それをね、あのね、あの、いろいろ考えたんですけど、カナダソね、いろいろ考えたんですけど、あれは実はカナダソのアドリブなんですよ。アドリブ。アドリブでちょっと入れたんだけど、あの、後で、あでもこれ持ってない平民が泣くかなって、持ってない平民泣いちゃうわと思ったんだけど、 あのー、ちょっとそう、入れてみて、あの、みんなのね、様子をね、ニヤニヤしながら見ていたらね、感想を。そしたらね、あの、みん、あの、みんなじゃないけどね、あの、一部の方がね、俺の持ってないグッズの話が出たって <laughs> 悲しいって言ってて、ごめんね、ごめんよ、ごめんよってなってました。ごめんよって。そんな釣り方あるえ、なんか、なんだろう、やっぱ。 今日はね、体がガチガチなんだよ。最近ね、寝て起きたら体がガチガチに固まっててさ。そう。そうなんだよな。早よ休みな。いやだ、やだ、やだ、やだよー。でもまだお風呂にも入ってないからな。汚、汚タす。タす汚タす。汚タす,すね。そう。あれ持ってないんだよなーって。え、ごめんなー。でもね。 でもね、あのね、あのね、グッズ使わず飾ってる。 もったいなくて開封できずにいる。え、わかる僕もそうなるかなと思ってさ、音源をさ、なんかさ、あの、CD をゲットした人にわかるような形でさ、あれできないかなと思ったんだけどね。そしたらそのアドレスだけ広まっちゃうかなとか。でもね、そんなこと言い始めたらそもそもね、あの、音源を取り込んだ人が広めることなんていくらでもできるし、言い始めたら切れないし、うーん、うーんとか考えてました。僕もあの、開封しないタイプだからさ、 釣るのは塩と水が必要。たまに異常な釣りするときあるよね。足とかさ、僕あんまり釣らないタイプなのね。なんかね、本当に、あのー、高校生ぐらいまで釣ったことなかったんだけど、最近ちょっと釣るんだよな。他のホロメンみたいにサブアカ的なの作ったらつぶやきやすそう。いやいやいや、ちょっと待って、キュッ。失礼しました。 こう、喉がガラッとなりました。サブアカー作んなきゃあれね、ダそう、言っとくけど。違うんだよ。最近そのつぶやこうかなーって悩んでるのは、かなダもって思うとつぶやいていなーってみんなが言ってるから、あ、そう、呟、うーんと思ってるだけで、本当はつぶやくことなんぞないんや。大した、大したことないんや。そう、オチはどこなのらみたいな、オチはねえのらみたいに、自分の中で思っちゃうんだよね。これオチねえのらだなーって。 ー。<laughs> 再販とかはありませんか今のところは、ないが、しかし、しかしまた新しいグッズが出るんだ。うーんーと、ーのサブアカ、やだよ、絶対。だってサブアカ作ってつぶやかなかったら何やこれって感じになるじゃん絶対つぶやかんって。小村帰り対策にトマトジュース飲め。え、トマトジュースやだ。 <laughs> で待って、小村帰りってさ、よくわかるんだけどさ、その、あのー、釣ることって、小村帰りってさ、あの、な、なんで釣ると小村帰りって別の言葉があるんだろうね。これ方言かなんかなん過去のグッズ欲しいのに、カードソン力で再販してください。えぇほんとね。なんかでもね、あの、二度と手に入らん感はね、寂しいよね。僕もわかるよ。メイドインアビスのミーティーのぬいぐるみ欲しいもん。あのー、僕メルカリとかでさ、買ったりはね、しないんですけど、 あの、見てみたら、いくつかあったけど、バカ高かったね。もう2万五千円とかになってたもん。えぇ、ー、元だって3千円とかだったはずだよ。えぇ、ー、ってなっちゃうの。な、な、涙出た。<laughs> ツイートにまでオチを求めるとは芸人中神。芸人ちゃうねん。いや別に、あの、普通につぶやいてることが面白いことなわけじゃないんですけどね。 母さん、グッズ使い倒してくれる方と保管して大事な時だけ使うのってどっちが嬉しい個人的には使い倒す派かなって思ってる。ええー、どっちでも嬉しいよくもちょっと使い倒して、例えばさ、そのコップとかさ、使い倒してもう割れましたみたいな、もう取って取れましたみたいな、もうもう壊れましたもん。な、なくなく捨てましたみたいに言われても、ええー、もう全うさせてくれてありがとう寿命って思うし、それだけ使ってくれたんかって思って嬉しいし、でも僕も自分はあの大事なグッズって、あの、 本当に、開けもしないのね。アクタンの持ちドルとか、まだ袋の中に入ってんのね。だから、そっちの気持ちもわかるって感じ。年一二くらいにしか動かなそう。え、そう、もうね、あのね、平民、プロフェイン、プロフェミンプロ、プロフェッショナルと平民混ざっちゃった。プロフェイミンはね、もうね、わかると思うけどね。カータスはね、つぶやかないよ。本当に。マジで。マジぶつぶ、やくことなどないし、 そ、そ、なんかね、あんま、あんまりないんだと思う、その、欲求が。つぶやいて、な、なんとかかんとかって。ツイートなんてそんなものでは、そう、見る分にはな、思わないんだけどね。彼方のカラオケは最高でした。マリバコがお気に入りです。Thank you! ありがとうマリバコお気に入り。ありがとうね。僕、マリバコはさ、なんか、え、なんかちょっと、 下手くそだったかもと思ってさ、思って、後で聞き返して、うーん、ここが、うーん、あそこが、とか思ってたんですけど、歌枠のやつね。みんなが、マリバコ、いつも好きってやつからね、喜んじゃった。えーっと、水飲んだとかでもいい。一緒に水飲むし、え、かわいいじゃん。カナダ今水飲んでるんだ俺も俺もってみんな飲むってことかわいらしいね。野球実況やアニメ実況、あ、あなるほどね。 野球実況ならいけるかも。アニメはね、僕ね、あんま実況しながら見ないな。そのツイートとか、例えばなんかスマホいじりながらとかだと、あのー、一番最初のその同時視聴する前にちょっと見たメイドインアビスと同じように、なんかしながら見るとね、内容が頭に入ってこないねんうん。 かあんたの天使のワークッションめっちゃ使い倒してる。え、僕もね、自分のね、天使のワークッションめっちゃ使い倒してるさ、買ったおっきい黄色い鳥のね、あのー、頭によくね、乗せとく。さう。マリコバよかったあ、まま。誰だよ、コバ、コバと思ったらマリバコだった。いたよな、小学校の時にコバっていう人がさ、コバって呼ばれてるみたいなあだ名でさ、コバ、コバっていたよね。 マリコバって誰どコバ誰だコバヤシ誰だと思ったら、それでした。バコでした。あれはかっこよかったありがとううまかったありがとうコンビニおすすめ商品とかあったらぜひ教えてほしい。お昼ご飯食べたものとかも聞きたい。もうね、つぶやくより喋っちゃうもんね。コンビニのおすすめ商品かうーん。 最近はなんかいろんなコンビニで行ってるのパリパリ麺が入ったパリパリ麺サラダを、あれちょっと高いんですけど、もうあれを一色にして、ドスドスドスってやって、全部混ぜ込んで食べるのがちょっとお気に入りです。あれ、うめえ。うーんと、CM で一気に飾るとか、あ、なるほどね。テレビの実況か。それならありかも。 ああ、アニメジックは人によってはネタバレになくなく見言うと、ああ、わかるな。カナダさんもね、どちらかというとそのタイプ。あんまり屋台で見えないかな。アニメとか。漫画とかもそうだけど、そうちょっとミュートにはしないけど、見ないようにスーンってしてるね。あ,あ今の多分ネタバレだから見えないって、もう白目向くようにしてる。えー、l o r k i n g looking forward to t o m o r r o w tomorrow's 3D live guest. 明日の3、3D ライブゲストもお楽しみに。Thank you! ありがとうそうなんです。明日はね、ミオ先輩のところでね、カーテンソー出ますんでね。で、あの、8時だったよな、確か。で、21時からはね、あのね、コラボがあります。コラボで出ます。チャマタンナノラでなんかやります。ハヤチャマの、あの、チャンネルだと思われます。うーんと。 天使の枠書めちゃ大抵寝てる。ありがとう。カードさんの歌クでこれたから久々に見れて嬉しかった。ありがとうね、本当にね。白日って何あ、白目だ。<laughs> 急に白日っていう人が増えて、え歌っ,った時今白日。あれ歌ってないよな歌枠で白日と思った。白目だったわ。似てんな、白目と白日は。そっくりじゃねえか。 ネタバレセンサーが敏感なカナダさん。え、本当にね、超敏感。しかもそれを脳内で認識するて一歩手前でスッって見るのをやめるから、本当にね、すごいよ。素晴らしい。<laughs> そう、コラボがありますね。コラボ楽しい英語の発音いいそんなことない。カナダさんの英語の発音もっちゃもっちゃしてるよ。もっちゃもっちゃ。もっちゃもっちゃしてる。レ、レモン、ありがとうございますありがとうございます え、え、uh, um, really、え、ね、え、え、ね、え、え、え、ね、え、ね、え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 、 グッズ1個買うと保管したが、これから2個買うことでしょ。みんな無理せ、戦んといてな、本当にな。無理は、無理はせるなよ。なんでだって、グッズはちょっと、ちゃんとね、ちょっと高いからね。<laughs> 素敵な、あのね、クオリティは超保証する、ホロライブのグッズは。クオリティはやっぱね、高い。素晴らしいものが本当に多いです。てか、大体全部そうです。でも、ちょっとね、ちょっとだけで、かな。お手かね。まあね、それはね、 全国流通のや、あの、いっぱい作って単価を低くできるのとまた違うグッズになってますからね。もうそこはもうすいませんなんだろう、けどもうすいませんという感じでと。ふえー、っと、ふえー、っと。<laughs> ひそひそ助かる。ちょっとね、お高いね。グッズ最近一人一個の制限か。え、ええ、そうなの 一人一個の制限なの必ずさ、あの、使用用と保存用を買っちゃうタイプだからさ、それだったら、なんか自分だったらやらしいな。しょうがないのかなえ、それは、そうなのか知らなかった。囁き最高です死にました。お迎えお願いします。え、あの、高いよね。高いよね、の囁きで嬉しいのかなうーん、指に使って100数えるのよ。えー、100か 10ぐらいやろ ?10!1、2、3、4、5、6、7、8、9、10でしょ急に耳が幸せしないで死んじゃう。え、ほんとにお高いですからね。で、いいのお高いですからね。って。直筆のやつだけちゃうあ、直筆のやつかなるほどね。確かに、数量限定最近1限だね。あ、そうなんや。 そしたらまあでも確かにね、サインがみんな一人でも多くの人に届きますようにということなのかな <laughs>、えー、昔川田さんがおすすめしてた耳が美味しかったでしょ耳が美味しいんだよ。島村の T シャツ科学の6倍だからなそう。僕島村とかさ、あのもっとね、本当に安いところとかでね、いろんなもの育ってるからね。あの、なんか言っちゃうよね、自然とね。ちょっと、まあね、ちょっと待って。 安いとは言えませんけど、みたいな。なるほど。数量限定か。歌声を聞くたびにうまくなってて勝手に嬉しくなっちゃった。母さんの話声でいつも癒されてるよ。え、嬉しい。ありがとう。しかもさ、泣きり組の方やん。名前見たけど。嬉しいな。なんかさ、あのさ、あのー、他のホロメンが好きだっていう、 基本的な一押しっていうかさ、一押しは他の方面ロメンなんだけどっていう人が、あの、歌枠とかを見て、え、かなためっちゃ歌うまなったやんとか言ってくれると嬉しい。でもほ、平民が言ってくれるのももちろん嬉しいし、全部嬉しいんですけど、やっぱ嬉しいよね。えほんとほんとにそう思うって感じになる。うーんと。 うーん、えっと。うーん、体、そう、最近、睡眠どうですか睡眠ねー。睡眠ね、寝て起きたらね、体中がガチガチになってる。なんかね、あの、角砂糖みたいな硬さをね、帯びてる。カーター自身、囁き、声に破壊力があることをご存じないえご存じありません。<laughs> ご存じありませんけど、 以上、じゃあみんな、みんな、今日は、今日はごめんね、配信がなかなかみんなに会えなかったからごめんよ。みんな、明日はね、いっぱい会えるからね。みんな、今日はこんな遅くにスペース来てくれてありがとう。30分くらいと思ったら気づいたらまた1時間喋っちゃった。みんな、一緒におやすみなさいする一緒に寝よっか。 一緒に寝ようね。角砂糖は脆くないえ角座、あ、違うわ。僕が言いたいの、角砂糖じゃなかった。あれなんだっけなんかあのー、透明な雨みたいになってる砂糖のやつ。あの、サクマ式ドロップスとかに入ってるやつ。あ、乾ン,ンとかに入ってるやつ。うん、あれは何砂糖なんやガラス砂糖、氷砂糖、こ、氷 氷砂糖かもしれない。氷砂糖かも。氷砂糖かも。ナタ耳の調子はどううーん。持病の調子はね、もうね、そもそも良くなんないって言われておるからな。でも、でも、頑張って練習する。<laughs> 頑張って練習する。 そうなの。よくはなってないかも。そんな彼方袖でも、あの、引き取ってくださる飼い主募集中です。やっぱ氷砂糖だったわ。やっぱ氷砂糖だったわ。でもみんな、でもみんな、心配しないでね。心配しないでね。元気に楽しくやってます。 私がなたの耳になるいや、ありがてえなぁ。頼むね、本当に。<laughs> 頼むね。引き取ります。え、本当あら、いいんですかじゃあ、引き取ってもらおうかな、みんなに。買ってもらおうかなぁ。あ、全然引き取ります。あ、本当ですかじゃあ、引き取ってもらいましゅ。<laughs> 片方差し上げてダメだよ。<laughs> 差し上げるなぁ、簡単に。簡単に差し上げるではないぞ。 マシになる技術が開発されたりね。ええー、わかる。そうだよね。でもね、医療というのは発達してますからね。iPS 細胞とか全然ワンチャンあるね。だから、カートソーはそこに期待中。<laughs> そこに期待中。耳鳴りってね、常にね、な、なってるものなんよ、実は。ずっと今のこのタイミングでもね、あのね、なんかね、あのね、うるせえセミの日の夏、夏の、あセミの日じゃない。<laughs> うるせえ夏の日の蝉みたいな、うるせえな、夏の蝉の日、んう,うるせえ夏の蝉の日みたいなさ、のがね、もうね、もう年中無休のね、コンビニ状態でなり続けるわけ。だからみんなマジでね、気をつけてね、もうそんなんだったらね、あの、あれでよ、もう,う、うっと、気にし始めるとうっとうしいからな。<laughs> この前のバトーボイス聞いてから僕はおかしくなってしまいました。カナタ、ののしってください。あー、まだ変態がいるみたいだね。もう変態に頼まれてさ、ののしったらさ、欲しいものあげちゃうのと同じじゃんあげましゃーあげまっしゃー 大変だ。え、でもね、だ、大丈夫だよ。本当にみんな、ありがとうね。体さんもこれでもね、あの、頑張ろうと。この中の限界まで突っ走ろうと思ってますんでね。ありがとうございます。<laughs> だから常に喋ってるのか、ちげーよ。<laughs> それは違うわ。それは、いや、それは違う。<laughs> 誰が常に喋ってるんだよ。ちゃんと緩急あ、関係あるし、そう、関係あるし。 セミの日。毎日、常夏ってことの、急にパリピ感がすごいな。パリピ感が。もうなんか、急にワニマって感じになってる、それ。あ <laughs> はぁ。はぁ。罵知らないでください。<laughs> まったくよ。本当に、同じね。いや、ありがとうね、全然。一,、ね、一日中、お耳がフォロライブサマー。 不謹慎ですけど笑いました <laughs>。笑ってしまいました。呪わしなりたくないな、チラチラ、チラチラするんじゃねえよ全く。分流シーズン2始まってない、始まってなーい大丈夫。無理しないでね、ありがとうね。もうみんなも、みんなもね、あの、気をつけーってね、本当にね。ほうだ、ね、よ。休まずボール投げ続けてくる投手みたい。最悪がやつおぜ、休まんせようーんと。 自分の前よに歌えないとかさ、えげられるものも多いと思うけど、それでも頑張ってんのが反対すごい、元気もらえる。え、嬉しい。カードソー、元気与えたいから、まだまだ、まだ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 ,まだ頑張るね。カーんでも頑張ってんだからな、って。<laughs> ありがとうございます。耳あげるのあげたい <laughs>。ダメだよあげるとはダメだよもう寝、ね、るま,まで寝るね。え、もう寝ようね、みんなね。そう。寝ようね、寝ようね。<laughs> 帰ってくるオロライム様 <laughs>。 もうやめてよもう本当に。もう、不、不妊心たそうになっちゃうからもう。ねいいんだよ。僕自分のことだからね。<laughs> 帰ってくれ、ホロライブ様それなあ、校内家は大丈夫、校内家は。うん。校内家は、もう今はないですね。まったく。トゥ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 ,ゥ,ゥ。 カータンの来ちゃったが好きです。あれってカータンがうちに来てるのあ、そうだよ。カータンがうちに来てるっていうことです。あれは。配信が終わった後に、あの、君のお家に来ちゃったっていうやつです。なんかたまに配信終わったのになんで来てんねんって言われるんですけど、違うんですよ。配信が終わった後に、あの、こっそり君だけに、君の前に、君のとこに来ちゃったっていう来ちゃったなんですよ。そういうこと。 今作曲してるんですけど、アドバイスください。えーむず、作曲のアドバイス、僕できるほどじゃないんですけど、でも、うん、うん、難しいな。難しいよ。僕結構キャッチーなフレーズも入れたいけど、僕結構店長とかも実は好きで、なんかこう、挑戦的な転調したくもなるんですけど、でもあんまり、なんかもうね、あの、半分素人みたいな、自分がごちゃごちゃに作ってもな、みたいな。 そう、なんか作曲はやっぱり理論がでかいっても優し、いうし、難しいよね。でも一曲さ、めちゃめちゃさ、自分の好きなものを詰め込んだだけのさ、曲を作ってみるとかもありかもしれぬ。そこから削、削っていくタイプの作曲なども楽しいかもしれない。はいはい、と。うえと。お気に入りのコード進行とかある。え、結構いろいろあるけど、 うん、そう、丸、マルさの、あの、丸のサディスティックのコード進行さ、なんか、丸さ進行だっけみたいな、言うみたいなあるじゃんあ。あれとかもやっぱり好きだなって思う。かっけえなって。ああ、これはやはりお猿だな、思うね。<laughs> えっと、 キックバックいや、わかるヨネズさんのキックバックめっちゃ転調するよね。もうどんだけすんねんぐらいさ、ね、転調する。あのー、桜ちゃんのさ、あの、オープニングだとプラチナっていう曲もさ、めちゃめちゃ転調するんだけどさ、あの転調おしゃれすぎるよな。しかもね、あれね、なんかね、転調したってさ、あんまわかりづらい転調なんだよな。でもものすごいしてるんだよね。あの、B メロのあたり。 あれとかすごい好きですね。あれ一生転調しながら歌うことってできる、歌うことができるもんね。そう、ちょっとここで歌えないですけど。<laughs> <laughs> ようにあなたを、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 みたいなのを一人でやってたことがある。<laughs> あー、もうなんなんだ、ちょっと、え、だ、WBC 出んの嘘 !WBC? え、マジでちょっと待って。え、それ初めて知ったんだけど。 そうなんマジでダール出んのわ、ほんとだマジでええ、マジですご !WBC 楽しみすぎるあ、ちょっと待って。タソスペあ、あ、こうだ、こうだ。えー、楽しみ、ごめんなさい。なんか急に、あの、立ち上がってしまいました。マジかよーえー、楽しみーそうなんだえ、知らなかった知らなかった ええー、出なさいって言われたから出るって。えー、めっちゃ楽しみなんだけど。出てくれ。急にテンション上がり。えダルビッシュと大谷が出るってやばくないもう、ほんとにやばいって、それは、それはやばすぎな。やばすぎのやばの、やばのやばのやばだから、それは。今日一声で、でかい、すいません。ええー、楽しみだな。めっちゃ楽しみ。え、僕ね、ダルビッシュさん、選手が、 ダル、ダルビッシュがね、あのね、投げてるところって、こうなんかそのメジャーに行ってからの、なんかこう映像的なやつ以外で見たことないからさ、めちゃめたい。大谷はね、あの、日ハムにいた時とかはね、見たことあるんですけど、あの生じゃないけど見たことあるんですけど、ダルビッシュあんまりね、見たことないから。えー、楽しみー。栗山監督に言われたから出る。<laughs> なんからしいよな、その辺ってね。いや、めっちゃ楽しみ。いや、すげえなぁ。いや、本当に今、リアルのガタっていうやつやったわ。さゆりも喜んでるかなどうだろうね。キックバック聞くと、宮本さん <laughs>。わかるね。なんかあの、ね、あの、話題になってたもんね。ダルビッシュって、馬娘で言うとどれぐらいすごいの うわ、でも、馬娘はね、全馬レジェンドなんだよなぁ。僕も馬娘の、その、元のね、施術にめちゃめちゃ詳しいわけではないんですけど、例えばさ、あのー、例えば、 僕の大好きなライスだってすごい馬だし、ミホノブルボンだってすごいし、みたいな。じゃあどっちが上ですかって上も下もないよねぐらいのレジェンドたちで、そのなんか年代ごとのレジェンドがいっぱいいるのが馬娘だから、むずいね。ど、なんて言えばいいのか全員ダル,ダルビッシュというか <laughs>、全員ダルビッシュみたいな感じなんだよな、ね、娘は。そう。例えがむずいね。 何で例えればいいんだろうね。ねは、<laughs> 春うららではないな、確かにな。そうだね。春うららではないかな。ダルビッシュ、すごいと思うけど、でもカナダその、あの、ダルビッシュのすごい時代に、あのー、例えば日本にいた時のすごい時代とかに、リアルタイムで見てたわけじゃないから、あんまりダルビッシュを語るに値しない女なんですけどね。 そう。ダルビッシュさんってハーフなんかな今更だけど。なんかハーフ臭いよなダルビッシュさんってね。ハーフなのかな日本最強ピッチャー。マジでちょっとダル、ダルビッシュ、ダルビッシュ、ダルビッシュのこともうちょっと調べとこう。えー、っ 日本だと敵がいないからメジャーにくかっけえやんそれかっけえな甲子園の印象がいまだに強い甲子園はね印象残るよねだってさゆりもいまだにさ藤浪のことさ春夏連覇し,した藤浪がうんじゃらくんじゃらって言ってるからねいつまで春夏連覇の話してんねんって思うんですけどずっと言ってるからな。 <laughs> 無限おしゃべり編。そういえば、そうだった。じゃあみんな、寝ましょうね。急にスンと。え、でもね、僕ね、思ったんだ。あのね、なんかね、もじ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 してね、みんな、みんな、うん、寂しいよとか言いながら、もじ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 ね、するのもね、いいけどね。結構スパッと終わるとね、みんながね、え これ終わっちゃうのってね。ちょっとね、寂しくなってね、カナダスのことをもっとね、気になるかもしれないと思ってね。最近はね、ちょっとね、それをね、意識してるんだ。みんなにね、気になってほしくて。ということで、すっと終わります。みんな、今日はありがとうね。今日もいろいろごめんね、本当に。それじゃあみんな、おやすみ。バイバイ、おやすみ。終了する、終了する。これ早く終了しないとみんなが、